仙台ある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 仙台ある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 。スーパー戦隊シリーズは1975年の秘密戦隊ゴレンジャーから始まった特撮ヒーローの長寿番組、仮面ライダーシリーズと同じく大人でも楽しめる特撮番組で、幼少時代少年時代に見てたという人が多いのではないでしょうか。そんな戦隊ヒーローシリーズによくありがちなあるある、行ってみよう。戦隊メンバーある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 。戦隊メンバーある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 。戦隊メンバーは5人の民間人。戦隊あるあるですね。平和な日常を送っていた普通の民間人が、敵勢力の登場により戦いに巻き込まれて、反強制的に地球を守る戦士にされるパターン。戦隊メンバーある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 。戦隊リーダーのカラーはレッド。言わすもあるあるな戦隊シリーズ必須の設定。戦隊メンバーある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 。オープニングで戦隊メンバー紹介。戦隊ヒーローのオープニングでは各戦隊メンバーの紹介から入り、最初はリーダーのレッドが出てくるのは戦隊あるある。戦隊メンバーある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 。各戦隊メンバーの私服の色が自身のスーツカラー。これも戦隊あるある。私服の色を各メンバーのスーツカラーに合わせているパターン。特にレッドは赤い上着を着ていることが多いぜ。戦隊メンバーある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 。戦隊メンバーの協力者が存在する。戦隊戦士には戦いを支援する人がいるわ。超獣戦隊ライブマンのコロン、星博士によって作られた中国娘を思わせる姿の女性型のサポートロイドで、ピンポンが口癖。高速戦隊ターボレンジャーは太宰博士、妖精の存在を知る科学者、妖精と交流しゴーマの進行を予見。これに対抗するために自らの資産を投じ、シーロンと協力してターボレンジャーのアイテムやマシン各種を開発し、ターボレンジャーを結成したわ。地球戦隊ファイブマンはアーサー G6、 星川博士が制作したサポートロボット、通称はアーサーで、一人称は僕。幼い兄弟を親代わりに一人前に育て上げたぜ。超人戦隊ジェットマンでは小田切長官こと小田切彩、ジェットマンの長官、スカイフォースの幹部にしてスカイキャンプの責任者でもあり、スーパー戦隊シリーズ初の女性司令官であるわ。ジェットマンたちを厳しくも温かく見守る心強い最大の理解者、33歳。戦隊メンバーある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 。のように秘密兵器や巨大ロボットを開発してくれたりサポートしてくれる方がいるぜ。またターボレンジャーの妖精シーロンや聖獣ラキアのように、物語の中で重要な役割を持つ存在やアドバイスをくれるキャラもあるある。戦隊メンバーある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 。各戦隊のメイン会がある。これもあるある。ブルーの主役会であったり、イエローであったり、各メンバーが主役になる会があるぜ。戦隊メンバーある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 。戦隊メンバーにヒロイン役がいる。戦隊メンバーの中には必ず女性メンバーが一人はいるわ。超人戦隊ジェットマンではレッドと結婚した女性メンバーもいるぜ。戦隊メンバーある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 。中盤から終盤で新メンバーが加入。追加戦士として6人目のメンバーが加入することもあるわ。恐竜戦隊ジュウレンジャーでは6人目の戦士が加入したが、終盤で命を落とした戦士もいたぜ。戦隊メンバーある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 。メンバー同士が仲間割れ。レッドとブラックが仲が悪かったり、絆を深めたり、戦隊ヒーローは敵との戦いだけではないわ。中には殴り合いをする戦隊シリーズもあるぜ。戦隊メンバーある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 。戦隊メンバーが闇落ちする。戦隊メンバーの一人が操られて仲間を攻撃する回があるのもあるある。また裏切ったふりをして敵基地に侵入するなどのパターンもあるぜ。戦隊メンバーある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 。戦闘ある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 。戦闘あるある。ポーズなしで変身。これもあるあるネタ。毎回変身ブレスを使い、ポーズを決めて変身というわけではないわ。番組の尺やストーリーの流れでいきなり戦闘スーツに変身して敵と戦ってる場面もあるぜ。変身しないんかい。戦闘ある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 。変身できない時がある。敵の特殊能力で変身を封じられる場面もあるあるだわ。戦闘ある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 。変身ブレスの位置は手首かベルトが多い。手首やベルトにはめているブレスを手に取って変身するのはよくあるわ。戦闘ある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 。各メンバーの専用の武器がある。
ストーリーの途中で各戦士の専用武器が登場して、戦闘を有利に進める戦隊があるぜ。この場合、レッド専用の武器は剣、ソードであることが多いわ。ギック団体戦闘ある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 。ソードとレーザーガンは戦隊メンバー共通の武器。初期装備としてメンバー本用のソードとレーザー銃が標準装備。これも戦隊あるある。戦闘ある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 。各戦士の専用の戦闘マシンが存在する。戦隊のそれぞれの戦士が専用のバイクや車などに乗って変身スーツで身を包みながら走るシーンもあるある。戦闘ある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 。決まったセリフとポーズ。変身するとき、変身した後、必殺技を使うとき、敵を倒したシーンで必ずお決まりのセリフがあるぜ。戦闘ある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 。新必殺技を覚えるは新兵器登場。物語中盤に見られるシーン。ストーリーが進み、敵も強くなって勝てないとき、基地から新兵器が送られてきて敵を倒すシーン。まるまるバズーカーなんて名前の兵器が多いわ。戦闘ある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 。戦闘スーツが破壊される。戦闘あるある。敵との戦闘中にスーツやマスクが破壊されたりして中の精密部品、素顔が見える演出があるぜ。戦闘ある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 。戦闘メタあるある。戦闘メタある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 。主役メカの登場は合体から始まる。戦闘ロボあるある。各戦隊メンバーの専用の巨大マシンが存在。それらが合体して1号ロボに変身。戦闘メタある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 。新戦闘ロボット2号機3号機登場。これも戦闘ロボあるある。巨大化した怪獣に1号機で応戦する目線、そこに2号機が1号機を助ける形で登場するというパターン。戦闘メタある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 。戦闘メカ同士が合体する。これもあるある。1号機と2号機が一緒に戦ってるが勝てない場面でよくあるシーン。1号機と2号機が合体して形勢逆転、あっさり巨大怪獣を倒してしまうぜ。戦闘メカある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 。戦闘ロボの必殺が通用しない。これもあるある。巨大化した敵がめちゃくちゃ強くて戦闘ロボの武器や技が全く通じない場面。戦闘メカある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 。戦闘ロボが破壊される。片腕だけ破壊されたり胴体を貫かれたりバラバラになった巨大ロボも絶体絶命のピンチの場面で見られるぜ。戦闘メカある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 。敵幹部あるある。敵幹部ある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 。敵幹部のキャラ設定が決まっている。敵あるある。悪の組織にいる敵幹部にいろんなキャラ設定がされているわ。ムードメーカー的存在のお笑い担当の敵幹部、女幹部や一匹狼的な幹部、参謀的な役割の頭脳派幹部など役割が決まっているぜ。敵幹部ある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 。敵幹部同士の確執。敵幹部同士の確執を書いている戦隊シリーズもあるわ。敵同士で出し抜いたりする場面もあるぜ。超人戦隊ジェットマンでは敵幹部同士が傷つき合うトラウマシーンもあったわ。敵幹部ある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 。敵幹部が戦隊に倒された怪獣を巨大化させる。戦闘シーンあるある。戦隊が怪獣を倒した後に敵幹部が出てきて死んだ怪獣を巨大化させ蘇らすシーン。巨大ロボで戦うシーンに繋がるぜ。敵幹部ある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 。敵幹部が巨大化する。終盤あるある。物語終盤で一部の敵幹部が巨大化して戦闘ロボの必殺技を食らい無言で散っていくシーンはよくあるわ。敵幹部ある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 。敵が死ぬ時は爆発がお決まり。戦隊お決まりのシーン。敵が死ぬ時は一部の例外を除いてほとんどの場面で爆発して散っていくぜ。敵幹部ある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 。敵幹部が友達を恋人。これは特撮あるある。かつて戦隊のメンバーとして仲間だった者が敵に洗脳され敵幹部に最終的に悲劇的な結末を迎えることも。敵幹部ある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 。終盤で敵幹部が改心する。かつての仲間が洗脳されて敵幹部として悪に魂を売るものの物語終盤で戦隊メンバーの説得などで改心するパターン、もしくは初期から敵幹部だったが改心して敵組織を裏切り最終的に別の敵幹部に倒されるパターン。敵幹部ある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 。ダークヒーローが現れる。これもあるある。基本的に敵サイドなのですが他の敵幹部とも対立している状態、独自の考えで行動しているので
第三勢力としてカウントされる。強力な敵である場合が多いぜ。敵カヌある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 。その他あるある。その他ある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 。作品のタイトル名が全シリーズでほぼ共通。戦隊ものなのでほとんどの作品タイトルで最初に〇〇戦隊になっていて、〇〇漫画、〇〇レンジャーが定番の名前になってるわ。その他ある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 。敵に対抗する新勢力が登場する。戦隊戦士の他に敵組織に立ち向かう新しい勢力が登場するパターン。それは3人であったり5人であったり、はたまた1人であったり作品によって様々ですが、通常の5人のヒーローを差し置いて、新戦士たちと戦うシーンがあるわ。最初の登場時は敵を軽く倒してくれるのですが、再戦した敵と戦闘の際にメンバーが全滅した作品も。その他ある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 。戦隊、敵勢力ともに基地がある。これも当たり前のようにあるのですが、戦隊であれば体力を回復したり作戦を練る場所、各メンバーのメカや巨大ロボを格納する場所が必要です。よく見たら森の基地なんかい。これは敵の場合だと空飛ぶ要塞であったり城であったり様々だぜ。また物語の中で戦士が敵要塞に単独で乗り込んだり、その逆もあるわ。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。楽しんでいただけましたか？今回はいつもと違ったスーパー戦隊シリーズあるあるお送りしましたが、いかがでしたか？なんとなくわかっていたけど、改めて動画にすると全部そうね。画像が一部間違ってる、または他作品のものもあるかもしれませんが、イメージとして思ってくれなんだぜ。何か気づいたことなどありましたらコメントしてくださいね。よかったら高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時もゆっくりしていってねー。